メだー。思い出せねー。とうとうあれになっちまったかこの野郎。いやー、流浪に献身にさ、こういうやついたじゃん。あー、こいつかー、そういやいたよね。そう、こいつなんだよ。こいつねー。名前なんだっけ？さあ、なんかこいつの名前どうしても覚えられないんだよな。印象薄かったからねー。なんかさ、ガトツみたいに名前も見た目もわかりやすいと印象に残って覚えられるんだけど、こいつの技って何やってるかさっぱりわかんないし、名前もいまいちよくわかんないんだよな。そうだね、なんかこの時期のキャラの技ってネタが尽きて空回りしていたような気がするよ。確かこいつ中国帰りで、中国で覚えてきた技を使うんだったよな。そうだね。和刀術っていう中国に伝わった日本刀の技を使うって設定だった気がする。日本刀術って実際に中国に伝わったのか。伝わったよ。この変態メガネが使った技はどれもこれも実在しないものだけど、日本刀術が中国に伝わって、中国において伝承されていったというのは本当だよ。へえ、面白そうだな。今日はそのことについて話してくれよ。オッケー。まず、中国への日本刀の輸出についてなんだけど、日本刀は日宋貿易の頃から中国へと輸出されていた。けれどこの時輸出されていた日本刀は、実用品ではなく鑑賞用だったみたいだね。平野清盛なんかは、この日本刀の輸出でかなり儲けてたみたい。その頃から日本刀の形は美しいと思われていたんだな。そうだね。有名な詩人である宋の欧陽修とか明の東巡氏とかは日本刀の美しさを詩に残しているよ。そして明代に入ると日本刀は中国で実用品として使われるようになる。室町時代に足利将軍から献上された大量の日本刀が、明朝の御林軍に配備されたんだよ。御林軍というのはなんだ？近衛軍のことだね。へえ、じゃあそいつらは日本刀術の使い手だったのか。いや、おそらく違うと思う。おそらく中国式の長江刀のやり方かなんかを日本刀でやってたんじゃないかと私は考えているよ。どうしてそう考えるんだ？それはいつぞや話した赤渓公のことが関わってくるよ。おう、いつぞやの息子を処刑して女房と喧嘩になったおっさんだな。今回の話は赤渓公のことを知っているとわかりやすくなると思うので、まずはそちらを見ることをおすすめするよ。じゃあ右上に、その動画のカードを貼っておくぞ。赤渓公は1561年の大衆戦役、いわゆる侵入の陣と呼ばれる和光との激戦において、影流の目録を入手した。赤渓公は、この時初めて日本刀砲を得た、と言っているんだよ。じゃあつまり、それまでの明軍には日本刀砲はなかったということになるのか。そういうことになるね。この影流の目録は明代の軍事百科全書である武備史に再録されているよ。そして赤渓公は、この影流の目録を参考にして、侵入刀砲、という独自の刀術を創始したんだ。それはつまり、赤渓公が日本刀砲を創始したということなのか。それについてはちょっと微妙なところがあって。とりあえず影流の目録がどのような内容であったのかと、侵入刀砲がどのような技法であったのかを見ていってみるよ。まずはこれが武備史に再録された影流の目録の結文だ。なんて書いてあるのかさっぱりわからないな。この結文についてはいろいろと著名な学者が解読に挑戦したんだけど、結局誰もわからなかったんだよ。おそらく日本独特の崩し字で書かれたものを意味もわからないまま模写したわけだろうからね。日本人でさえ読めないものになってしまったな。ただ、かろうじて、猿飛び、猿回し、三陰、という技法名らしきものは読めるね。そしてこの結文には4枚のイラストがついていた、それがこちらだよ。猿が刀を持って何やら演じているな。技法の名前が、猿飛び、やら、猿回し、やらだったから猿に演じさせたのかもしれないね。本当はこの目録にはもっとたくさんページがついていたんだけど、戦闘で失われてしまった。けれど当時の日本武術の伝書はほとんど日本に現存していないから。不完全なものではあるけど、これは日本武術史にとっても貴重な資料だね。そしてこれらの結文とイラストをもとに赤渓公が創始した侵入刀砲というのがこちらになるよ。思ったんだけどさ、こんなわけのわからない結文とイラストだけで何かの参考になるのか。まあ、
これだけじゃ役には立たなかったと思う。ただ、先の親友の陣において赤傾向は和光に対象したわけだから、おそらく和光の幹部クラスで捕虜になった者も結構いたと思う。そいつらから目録の内容を聞き出したということも考えられるよ。他にも、戦闘以外の偶然のきっかけから民軍の指揮下に入って、解剖に従事した日本人もいたみたいだから、そいつらが知っていたという可能性もあるよね。まあ確かにこの目録だけじゃ情報が少なすぎるからな。何かしら他のつてがないとな。ここでちょっと、影流の歴史というものがどうだったのかを確認してみるよ。影流は江戸時代に野宮新影流となって優勢を誇ったんだけど、それ以前の初期の頃については不明な点が多いんだ。野宮新影流は私でも聞いたことあるな。影流の開祖は愛秀衛光斎という人だ。この人はほとんど謎の人物とされてきたんだけど、20世紀に入ってから、その輪郭が少しだけ分かってきて、なんでも、衛光斎の子孫が書いたという平沢家伝記によると、村上水軍で有名な三島村上氏に連なる家系の人らしい。海賊みたいな人だったのかな？かもね。三島村上氏は和光の母体の一つとされるところだからね。衛光斎は諸国を武者修行して歩き、日向の国宮崎に住したという。だから彼の東方は当初は九州に伝播した可能性があるよ。九州は大陸にも近いところだな。衛光斎には嫡子がいて、その名を小七郎という。小七郎は関東に入って、日立の佐竹義重に仕えた。そして剣術指南と専攻によって、天正16年、すなわち1588年に、上州西中郡平沢村の地を賜り、以後その子孫は平沢姓を名乗って現在まで続いているんだよ。確か親友の陣が1561年だったな。で、衛光斎の没年が1538年、つまり赤傾向が影流の目録を手に入れた時には衛光斎はすでに死んでいたわけだな。ということは、赤傾向が戦った和光たちに影流を伝えたのはもしかして小七郎の可能性が高いね。親友の陣があった1561年は衛光斎の死後23年経っている。しかし小七郎はこの時42歳、まだまだ働けるといったところだろう。小七郎が佐竹義重の師範となるのは、親友の陣から3年後の永禄7年、すなわち1564年のことだよ。小七郎が影流を伝えたと思われる和光の集団が赤傾向に敗れたことと、小七郎が関東入りしたことには、何かしらの関係があるかもしれないね。例えばどんな？例えば、多数の門人が一気に戦死したことで、地元における基盤勢力を失ったとかね。893の抗争みたいなことがあって追い払われたのかもな。とにかく、赤傾向が戦った和光の中には、当時九州に住んでいた小七郎の門人が結構いたんじゃないかということだね。つまり赤傾向はそいつらの口を割らせて影流の目録の内容を聞き出し、例の親友東方を編み出したということか。ということは、親友東方は小七郎伝の影流ということになるのかな。それについて少し気になることがあって、この影流の目録についていた猿たちのイラストをもう一度見てほしいんだけど、お前、こいつをどう思う？すごく、プロゴルファーです。なんか気づくことないか？なあにも。日本刀術を表しているはずのこの猿たちなんだけどさ。両手で日本刀を握っている猿は一匹しかいないんだよ。あ、ほんとだ。日本刀術の一大特徴である両手持ち奏法がほとんどなくて、もっぱら片手持ちでの奏法ばかりが示されている。そのうちの一匹は刀すら持ってないしな。影流という流派がもっぱら片手持ち主体の流派だったのか、それとも両手持ちの部分はほとんど戦で焼けてしまったのか、今となっては判断することはできない。しかし、この影流の目録を元にして作られた親友東方も、両手持ちの部分はわずかしかない。ここから言えることは、赤傾向は結局のところ、日本刀の一大特徴である両手持ち奏法をまともに学ぶことはできなかったということだ。つまり赤傾向の作った親友東方というのは、日本刀術ではなく、中国式の片手持ち刀術だと思った方がいいね。
あちゃー、じゃあ結局のところ赤蛍光が日本刀術を知ることはなかったということなんだな。と、私は考えるよ。ちなみに赤蛍光は和光との戦いを終えた後、今度はタタールとの戦いに身を投じていくんだけど、そこでは赤蛍光は、長銃、と呼ばれる火縄銃の部隊に日本刀を装備させている。けれどその部隊が使った刀術って、もちろん片手持ち前提の侵入刀法、だったろうね。ただ、影流の中国伝来には、赤蛍光以外にももう一つのルートが存在する。何、他にもあったのかよ。江戸時代初期の剣術書、剣法流雲先生総伝によると、影流から新影流を起こした上泉の仏名の皇帝である、小笠原源信は民国に渡って、長領の松村を名乗る人物から短兵器の術を学び、これを影流剣術に応用して八寸の延べ金という技法を編み出し、帰国後、天下無双を誇ったという記述がある。長領の松村とか、また偉くうさんくさいものが出てきたな。ぶっちゃけはったりだろうね。小笠原は帰国後、今ならば戦士上泉をしのぐ、と豪語し、ヤグー田島の神に試合を申し込んだけど、ヤグーは勝負を避けたというよ。奴は逃げた、だから俺が最強だー。と、プロレスラーなら言うだろうな。小笠原は中国武人である長子と、死を互いに芸がへしにして修行、したそうだから。つまり小笠原は長子の伝える武術を学ぶとともに、長子に上泉伝の剣術を教えたわけだよ。それって言葉の壁と稼働してたんだろうな。まあ、通訳がいたんだろうとは思うけどね。とにかくこの小笠原源信による影流の中国伝来ルートが存在したということだよ。さて、じゃあ今回の話はここで一旦切り上げるよ。ぬわーん、疲れたなもう。まだ続くぞこの野郎。次回はどういった話になるんだ。次回は中国伝日本刀術の最重要人物と考えられる丁宗隆についてのことをメインに話していくよ。この人は少林武装出身で、いつぞやの少林金峰戦争もこの人が書いたんだよ。ふーん、そうか。ま、頑張れや。おうよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。チェーストー。また、つまらぬものを切ってしまった。ごチェストでごわす。またでごわすか。あのさ、私は煮付けを作るからナスを切れと言ったんだぞ。なんでズクを切ってるんだよ。いやあ、似てるからつい間違えて。1ミリも似てねえだろうが。さて、じゃあ前回の続きを話していくよ。前回はどこまで話したんだっけ。赤蛍光が影流の目録を参考にして侵入刀法という独特の刀術を編み出した。けれど侵入刀法は当時の日本刀術を伝えきるものではなかった。日本から中国への日本刀術伝来のルートは小笠原源信というルートもあったというところまでだよ。そういえばそんな話だったな。まあ、日本から中国への日本刀術伝来のルートは記録には残っていないだけで、他にもあったことは十分考えられる。今回紹介する丁宗隆もおそらくそうしたルートの一つから日本刀術を学んだんだと思うよ。いや、もしかしたら小笠原源信と何かしらの関係があったのかもしれないけどね。で、その丁宗隆というのは一体何者なんだ。丁宗隆は本格的な日本刀術を中国で広めた第一人者と言える人だよ。彼は丹東方前という日本刀術のテキストを残していて、このテキストはイラストとともに詳細な説明文のついた極めて優れたものだよ。へえ、いつぞやの赤蛍光が書いた侵入刀法には説明文はなかったよな。そうだね。赤蛍光もたくさんの武術テキストを書いているんだけど、それらにはどれも詳しい説明文が書いてある。しかし侵入刀法のテキストにだけは説明文が書かれていないんだよ。これだけを見ても赤蛍光が侵入刀法というものにあまり自信を持っていなかったということが伺えるね。まあ、ぶっちゃけあれはほぼ中国式の刀術だもんな。侵入刀法の技は、ほとんどが片手持ちだったけど、
単刀方線はほとんどが両手持ちの技で構成されている。しかも、真龍刀法の演者が持っている刀は唾もなく、絵もよくわからない感じだけど、単刀方線では、しっかりと唾と絵の部分の塚巻が描かれている。このことからも単刀方線は日本刀術を伝えたものであると見て、間違いないと思うよ。なるほど。じゃあ、その貞操流はどこから日本刀術を学んだのかが問題になってくるな。そうだね。ちょっとここで貞操流の生い立ちについて述べてみるよ。貞操流は1561年に、安徽省の商人の家に生まれた。彼の両親は彼に家業を継いでほしいと願っていたんだけど、野心家だった彼は武術で名を上げたいと思って、少林寺に入門したんだ。やはり昔から、武術と言ったら少林寺なんだな。当時の少林寺は、金峰、で天下に名を轟かせていたから。だから貞操流も少林寺の金峰をことごとく会得して、それを、少林金峰戦争、というテキストにまとめたんだよ。思ったんだけど、商家の息子だからちゃんとした教育を受けていて、だから字とかイラストとかがきちんとしたテキストを残せたんだろうな。そうだね。あのまま商人になっていたらこんなテキストは残らなかっただろうから、ある意味奇跡だよ。ちなみに操流というのは法名であって、もともとの名前は、柔道、と言ったよ。さて、貞操流はその後減俗して一般人に戻ったわけだけど、当時は和光の日本刀術が猛威を振るっている頃で、貞操流も、自分も和光刀術を習ってみたいと思って各地に市を訪ねて回ったんだ。すると、浙江省で、劉雲法、という、和の神殿を得たという人に出会ったんだ。へえ、一体何者なんだそいつ。これがわからない。行くぞー。浙江省という場所が場所だけに和光の拠点があってもおかしくないところだからね。私はこの劉雲法というのは、元和光か何かだと思っているよ。ちなみに和光と一口に言っても、この頃の後期和光は一種の多民族国家みたいになっていて、ガチの日本人は3割程度で、残りは中国をはじめとする東南アジア諸国の混血で構成されていたんだよ。なるほど、つまりその劉雲法という中国人がもともと和光だったということも考えられるわけか。そういうことだね。で、貞操流曰く、劉雲法は和の神殿を惜しむことなく貞操流に伝えてくれたそうだよ。随分と気前がいいな。まあ、貞操流の実家は金持ちだから相当な謝礼を払ったのかもね。さて、貞操流が劉雲法から和光刀術を習っている頃、安徽省で、覚悟刀という人が刀術で有名になっていて、気になった貞操流はこの覚悟刀を訪ねていったんだ。なんつうか、随分気の多い人だよな。そして劉雲法と覚悟刀の刀術を比較してみて曰く、すなわち竜の妙なるは格の大きに勝れり、ということだそうだよ。要するにどういうことだ。要するに格悟刀の刀術は、技は多いけれど、精妙さという点では竜雲法に及ばない。そういう風に貞操流は考えたわけだよ。なるほど。その格悟刀の刀術って日本刀術だったのか。わからない。けれど雰囲気的に派手な動きで誇張された中国刀術だった可能性が高いね。つまり派手さで有名になっていたということか。かもしれないね。明代の武術には家宝、つまり見せかけだけで役に立たない技が溢れていた。しかし和光動乱期の頃は実戦に使える技が求められた。赤慶功なんて、軍隊で家宝を教える者は死刑にするとか言っているしね。貞操流もあくまで実戦に使える技を求める人だったんだよ。まさにガチ勢だったわけだな。結局そんなわけで貞操流は劉雲法の元に帰って、和光刀術の伝伝を受けたわけだよ。なんつうか、もし格の方が劉より優れていると判断したら、劉からホイホイ乗り換えてたわけか。結構ドライな性格みたいだね。さて、とりあえず和光刀術を習って、技や使い方は身につけたんだけど、残念ながらそれらの技には名前がなかった。だから貞操流は、習った人が記憶に留めやすいようにと中国式の名前を付けていったんだよ。まあ、名前なんて飾りですよ。ただ、名前がないおかげで、貞操流の習った和光刀術が、実際のところに本刀術のどういった流派の系統が伝わったのかがわからなくなってしまった。私としては貞操流が習った技は、影流、のものであったのかが気になるところだね。赤慶功と戦った和光が身につけていた、そして小笠原玄信が中国に伝えたはずの影流だな。
そこでここからは担当法人の技術内容に踏み込んで、少し検討してみようと思う。実は担当法人は、聖変と続編の二部構成になっているんだ。そして聖変と続編では技術内容、つまり伝わっている流派が異なるみたいなんだよね。そこでまずは、聖変の方から検討していくよ。ちなみに担当法人の演者たちは、腰にと、を指しているけど、これは遠距離では胴を使い、接近戦では日本刀を使うべきだという、低層流の考え方を表しているよ。飛び道具を放ちつつ切りかかるというのはかなり強そうな戦法だな。そして担当法人で使われている刀の長さは5尺、約150センチだ。江戸時代の武士の刀が約1メートルだったことを考えると、どれだけ長いかがわかると思うよ。江戸時代の日本人の平均身長が160センチくらいだもんな。で、ざっと検討してみたところ、この最初の字が抜刀生と次の抜刀出生生はユニークだなと思ったよ。これは何をやっているんだ。この最初の字が抜刀生は、刀が長いから緊急事態には鞘から抜くのが難しいということで、陣地の中で味方同士向き合って、お互いの刀を抜き合うことで、刀を素早く抜くという方法を示したものだよ。これはいいアイデア。なのかな。なんか向き合った相手の持っている刀がポンコツだったらすごい損した気分になりそうだ。日本の戦場では、味方に刀を盗まれるということがよくあったみたいだから、こんな抜き方はできないだろうね。そして次の抜刀出生生は、これまた刀が長くて鞘から抜きにくいので、刀を少し抜いた後、刀身の途中を持って抜くという方法を示しているよ。意外とコロンブスの卵かもしれない。ちなみにこれら二つの刀の抜き方は、両つべで日本の剣術流派をいろいろ見てみたんだけど見つからなかったよ。まあ、戦国期の日本武術の伝書はほとんど失伝しているという話だから、意外とこんなやり方が正解だったりしてな。私としてはとにかくまずは影流の技が担当法人にあるのかが知りたい。そこで担当法人の中でも特徴的なこの舞刀刀生という技に着目してみるよ。かなり独特な構え方だよな。この構えは、技と体の左側に隙を作ることがポイントになる。相手が誘いに乗ってついてきたら、相手の槍を刀で左側に押し出すようにしつつ、右足で踏み込む。そして刀の柄を両手で掴んで切りつける。同種の技である入道刀生についても説明しておくよ。これも体の左側にわざと隙を作るんだけど、刀は左手首に乗せるところが少し違う。相手がついてきたら相手の槍を刀で下から跳ね上げて、左手で槍の柄を押さえて、右足を踏み込んで、同じように切りつける。剣道などじゃ見られないような独特の技だな。で、これだけ独特な技が現代の日本の剣術にも伝わっているのかなと思って、両つべでいろいろ探してみたんだけど、なかなか見つからなかったんだけど、奇跡的にこれはと思う技を見つけた。説明のために少しだけ引用させていただくよ。最初の立ち方で前足に重心がかかっているけど、他の動きはクリソツだな。こちらの動画の方たちは、肥後新影流、という流派を伝えているみたいだね。ウィキで調べたところによると、肥後新影流は、上泉信綱の上にあたる引田文五郎の伝系にあたるらしい。上泉信綱といえば、中国に影流を伝えたはずの小笠原源信の師匠だよな。そうだよ。つまり、舞刀刀生という技は、上泉信綱から小笠原源信を通して、何らかのルートで流雲法へと伝えられ、それを低層流が学んだ。そしてもう一つ、上泉信綱から引田文五郎を通って、肥後新影流へと伝えられた。という可能性が出てくるわけだよ。ということはやはり低層流は上泉信綱から伝わる影流の技を受け継いでいるということなのかな。ただ、やはり気になるのは、他の新影流系の動画には舞刀刀生に類似の技が見つからないということなんだよね。とりあえず、今の私の力ではこれ以上はわからないよ。もしかしたら詳しい人がコメント欄で教えてくれるかもしれないぞ。そうだったらいいね。さて、じゃあ担当法人の他の技についてなんだけど、それっぽく見えるなぁというのは新影流系の動画にちょこちょこ散見された。
その中で、これは特徴的だなぁというのがあって、それは矢宮新影流三角炎の太刀の一本目、一刀両断という技だ。どんな技かというと、まずは左肩を相手に向けて刀を脇に構えておいて、相手が切りつけてきたら右足を踏み出して体さばきをしつつ、斜め上から相手を切りつける、というものだ。反対側もあって、今度は右肩を相手に向けつつ刀を脇に構えて、相手が切ってきたら左足を一歩踏み出しつつ体さばきして、斜め上から切りつける。とまあ、こんな感じの技なんだよ。で、それがどうだと言うんだ。単刀砲戦に、右定量刀制と左定量刀制という技がある。右定量刀制は、相手に左肩を向けて刀を脇に構えて、相手が槍でついてきたら右足を踏み出しつつ体さばきをして、刀で斜め下から切り上げる。左定量刀制は右肩を相手に向けて刀を脇に構えて、相手が槍でついてきたら左足を踏み出しつつ体さばきをして、斜め下から切り上げる。というものだよ。ちなみに和光はこの技で、民軍が使う槍の穂先を切り落としていたらしい。なるほど。で、こいつらが何だと言うんだ。この右定量刀制と左定量刀制、そして矢宮新影流の一刀両断。似てね。そうかな。いや、上から切るか下から切るかの違いはあるけど、後ろ側の足を踏み出しつつ体さばきして切りつけるのって、そっくりじゃね。そう言われればそうかもしれないな。こういう共通した体の使い方があることからも、やはり単刀砲戦は影流の技を受け継いでいるんだろうなと考えるわけだよ。その可能性は高いだろうなという気が、私にもするぜ。低層流は単刀砲戦において、この右定量刀制、左定量刀制のことを、この二聖和はどの絶技なり、と言っている。つまりこの二つは和光の必殺技で、まさに民軍を苦しめた技であり、単刀砲戦の核心とも言える技なんだよ。なるほど。それが現代の矢宮新影流に残っているわけだな。ただ、低層流が常に槍を想定して用法を説明しているのに対して、一刀両断が刀を想定しているというところが異なるね。低層流は槍を武芸十八般の王と考えていて、刀術の優秀性は槍をいかに破ることができるかで証明されると考えていたんだよ。槍さえ破ってしまえば、こんな長い刀に普通の刀じゃ対抗できないからね。戦場じゃリーチのある武器の方が圧倒的に強いもんな。日本でも戦場では当然槍と戦うことが多かった。矢宮家に影流を伝えた上泉信綱は、永禄6年、つまり1563年に、主家の箕輪城が武田信玄に滅ぼされるまでは、上野の国一本槍、と謳われた槍の名手だったんだ。この時代、日本刀術はまだ単独で、剣術、として練習されるものではなく、刀や槍や各種武器を総合的に練習する、両方、だったんだ。だから、一刀両断、も、もともとは刀、槍、共に相手にする技として練習されたと思うよ。中国武術は現在でも、一つの流派で、刀、槍、体術などを一遍にやるけど、日本の武術も昔はそうだったんだろうな。箕輪城が落城した時、武田信玄は上州江の信濃の上の武士200騎を武田軍に編入した。この時、上泉は、自分はかつてアイス影流を学んだが、自己の工夫を加えて新影流を開いた、さらに両方の修行を積みたい、と言って信玄の元を去ったそうだよ。信玄はその際を惜しんで、信の一字を与え、以来、上泉は上泉信綱、と名乗ったのだそうだよ。ほんとかよそれ。まあ、そこは別にいいじゃん。上泉は京都を中心に活動して、将軍足利義昭をはじめ多くの上流階級の人に教えた。その一人、矢宮石秀才は晩年、徳川家康に味方して戦い、家康の日本統一に寄与した。これ以降、矢宮家は徳川将軍家の師範となって、新影流に剣術流派としては最高の権威をもたらしたんだよ。さて、かなり長くなったからここで一旦切り上げるよ。まだ続くのか？もうちょっとだけ続くんじゃ。次回は単刀砲戦の続編について、日本刀術との比較検討をしていくよ。正編の方は影流の影響が強い感じだけど、続編の方は新刀流の影響が強い感じなんだよねー。
そして、丹東方線の技が、現在の中国で病棟術になっていった経緯についても解説していくよ。まだまだかかりそうだな、まあ頑張れや。おうよ。じゃあそろそろ締めますか。そうだね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。そう、強い、どうしても勝てない。一体何やってやがる、このたくあん野郎。いやあ、このゲームのさ、最初に出てくる敵が強すぎて毎回一撃でやられてしまうんだ。あのなあ、その敵は裏技を使わないと倒せないんだよ。なんだってゲーム機の横を見てみろ。こういう感じの穴が開いているだろ。おお、開いているな。この穴にこんな感じの冠をはめ込むんだよ。これでさっきの敵は倒せるようになる。なんだよそれー。じゃあ裏技を知らなかったら全くゲームを進めることができないじゃん。いいか、今の世の中は情報化社会なんだ。情報を持たない者は情報を持ってる者の食い物にされる。そのことを肝に銘じて常に勉強をするという姿勢が重要だよ。そうなんだな、よくわかったぜ。さて、それでは丹東方線の続きについて解説していくよ。前回まではどういう話だったっけな。中国人の元少林武僧である丁宗隆が記した和光統術のテキストである丹東方線。この丹東方線の政変は、日本の戦国期の統術である影流が元になっているようである。以上。ああ、そういやそんな話だったな。で、今回はその続編について話すわけだな。そうだよ。で、この続編についてなんだけど、こちらの技術は、影流と同時代に成立したもう一つの古典的流派である、神道流が元になっているみたいなんだ。へえ、なんでそんなことに、丁宗隆は二人の師匠から学んだのかな。わからない。丁宗隆の和光統術の師匠である劉雲法は、元和光だったはずだから、影流の系統を受け継いでいると思われるけど、もしかしたら和光の間には、影流だけでなく神道流も伝わっていたのかもしれない。関慶光が見つけたという伝書は影流のものだったわけだけど、もしかしたら、発見されてなかっただけで神道流の伝書も存在していたのかもしれないもんな。とにかく、まずは続編の技法内容がどのようなものであったのかを確認してみるよ。おっすお願いしまーす。まずは続編、第一の型である大刀勢。この構えは両足を揃えて左肩を前に出し、右手は逆手にして刀の柄を持っている。この時に右膝を軽く曲げて、左膝はピンと伸ばす。この立ち方を、四流脚、というらしいよ。なんでこんな立ち方をするんだろうな。詳しい説明がないので私の想像になるけど、おそらく刀を抜く時に、左足を後方に下げやすくするためだと思うよ。そしてこの状態から、左足を後方に下げつつ、逆手で抜刀する。確か以前の抜刀法は刀が長すぎてそのままじゃ抜けないから、刀の途中を持って抜いていたよな。要するにこれは、逆手で刀を抜くことで、順手で抜く時よりも手から鞘の口までの距離を稼ぐことができる。さらに体を斜めに傾けることでさらに距離を稼ぐことができる。だから刀の途中を持たなくても、刀を一気に抜くことができるようになった。ということだろうね。なるほど。そしてここから、刀の切っ先を相手に向ける圧刀勢へと変化する。そして、刀を空中に投げ上げて、落ちてくるところを順手でキャッチ。空中に投げるの？そうなんだよ。ここが丹東方線の中で唯一わけがわからない部分で、刀の柄の持ち替えをするために、なぜか空中に放り投げてキャッチするという曲芸のようなことをやっている。順手に持ち替えをしたいのなら、左手で刀を持って持ち替えればいいだけなのに。なぜこんな下方のようなことをしているのか。これがわからない。行くぞー。まあとにかく、この部分は無視してしまって構わないと私は思うよ。で、刀を順手に持ち替えたら、この、あんこ統制、という、左腕で刀の峰を押さえたような構えに変化する。ここから左足を一歩踏み出して、前頭統制、また羽入道統制のどちらかに変化する。ここまでが一連の流れだよ。なるほど、
最初の方からここまで、一続きの駒送りみたいになっているんだな。そうなんだよね。時代を考えるとなかなか驚異的なテキストではないかと思うよ。さて、ここでちょっと香取神道流の逆抜きの太刀、と比較してみるよ。まずはこの姿勢。これは刀の柄で当て身を入れているということらしい。ここから、両足を揃える。お、これはさっきの対等性の形によく似ているな。そしてここから、左足を一歩引いて抜刀。左足を引いて抜刀するのは、2番目の型の出刀性によく似ているな。さらにここから、刀を左肩に担ぎつつ、左手は刀の柄を握り右手は順手に持ち替える。この持ち替え、担当方戦では放り投げてやってたんだよな。この部分、私はこの3番目の型、圧倒性の状態で、刀の柄を左手で握りながらやるのが本来のやり方なんじゃないかと思っているよ。で、最後に、切ると、担当方戦だと、あんこ等性という形になって、前頭等性もしくは入道等性の形になるんだよな。というわけで担当方戦と香取神道流、逆手抜刀術の型を比較してみたわけだけど、似てたよな。多少の違いはあったけど、かなり似てたと思うぜ。だよね。だから少なくとも逆手抜刀術に関しては、俗、担当方戦は神道流の影響を強く受けていると言えると思うよ。ふーむ、きっとそうなんだろうな。さらにもう一つ見てみるよ。五行の太刀は、甲冑を着用しない想定である。この左手を前方にかざして、刀を下げたような形に注目。この形と、俗、担当方戦にある探偵刀制の形を比べてみると、おお、クリソツじゃねえか。ここまでそっくりな形があるということは、また一つ、俗、担当方戦が神道流の技術を受け継いでいるということの裏付けになっているんじゃないかと思うよ。この左手をかざすのにはどういう意味があるんだ。盾を持っていた頃の名残、とも言われるし、相手の攻撃を左手に誘っているとも言われるよ。さて、俗、担当方戦には、こういった左手をかざす系の構えがもう一つある。それがこの、探検刀制、だ。そしてこの技の結文には、他の技にはないような注釈が付けられている。どんなものかというと、探偵、片手持ち、の探検刀制、はすなわち和度が偽って誘う術である。しかし、人はこの隙だらけの構えを侮り、多くは槍に力を込めて突っ込んでいき、術中に陥る。故に言う、敵を侮る者は滅ぶ、と。こんな構えに引っかかる奴が結構多かったということなのか。注釈によれば、そういうことらしいね。何回かにも何か狙ってます、というのがバレバレな気もするけど。とにかくこの注釈によって、俗、担当方戦の技も、低層流が編み出したものではなく、部分的に加工はあるけど、基本的には担当方戦政変の技と同様、日本刀術直系の技とみなすことができるんだよ。なるほど、確かにそう見ることができるな。というわけでここまで見てきて、やはり俗、担当方戦は神道流の技を受け継いでいると見て間違いない。と、私は結論付けておくよ。まあ、それでいいんじゃないかなと思うぜ。それで、担当方戦はその後の中国刀法にどのような影響を与えたかというと、日本刀の製造法はもとより、両手で一本の刀を操作するという用法も、結局は中国には定着しなかった。確かに、現代の中国での武術の表現なんかを見ても、刀術は、ほぼ片手持ちでやってるもんな。しかし、低層流が伝えた和光刀法は、完全に消えてしまったわけではなく、平等に姿を変えて、現在でも一部の流派によって伝えられているんだ。今回の話の締めくくりとして、その平等の歴史について話しておこうと思うよ。頑張れー。担当方戦が記されたのは明の時代、1621年のことだ。そして清の初め、1678年に、呉氏という武術家が担当方戦の技法をさらに研究、整理して、創始刀法18世というものを編み出し、
一広く、という書物に記した。そして秦の時代の末期に、内蒙古の社徳公、というものが、平等をもって有名であったと、中国武術大辞典、という本に書かれているよ。ここで初めて、平等、という名称が出てきたな。和等がなぜ平等と呼ばれるようになったのかはいろいろな説があって定かではないけど、現在一番有力な説は、通常の中国等と区別するために、その苗のような形状を表して、平等、と呼ぶようになったというものだよ。一番最初に平等と言い出したのは誰なんだろうな。これがわからない。行くぞー。社徳公の技を受け継いだ者には、河北省の劉玉春、任宗英の二人がいる。劉玉春は1921年頃に、軍閥の総根の陣営に加わり、そこの平等営という部署で平等を教えた。劉玉春の教えを受けた者は多く、その中には、現在の曹州に伝わる隠し仕掛けの祖である格調性がいたんだ。だから隠し仕掛けには平等が伝わっているわけか。一方、任宗英の技は東中義鳥羽英都に伝わった。社徳公の他にも、炎山県の降臨鏢もまた平等で有名だった。そして、降臨鏢の技は社徳公のものと同じだった。降臨鏢の技は、馬宝と、長玉さんらに伝えられている。馬宝と鳥羽英都は兄弟で、通尾剣という家電の武術を伝えている。だから通尾剣にも平等が伝わることになったんだよ。なるほど。それじゃあ平等についてのざっくりとした伝承はこんなところだね。他にもいろいろ語れることがあるんだけど、長くなるからここで切り上げるよ。お疲れちゃーん。それじゃあ皆様、ご視聴ありがとうございました。念願の平等を手に入れたぞー。殺してでも奪い取るな、何をする貴様。というわけで、はい、お約束はオッケー。定番だな。今回はウプ主が平等を手に入れたので、いろいろとレビューしてみようと思う。平等といえばかつては皇が使っていた刀が元になっているんだよな。そうだね。平等についてはかつて解説しているから、よかったら見ておいてほしい。それじゃあ右上にリンクを貼っておくぞ。それでだ、まずは平等のサイズを見てみよう。比較のために隣には通常サイズの日本刀を置いておいた。こりゃ随分長いな。測ってみたところ、平等の全長は約140センチ、刃の長さは約105センチ、柄の長さは約35センチだ。それに対して通常の日本刀は全長が約100センチ、刃の長さが約75センチ、柄の長さが約25センチだ。大人と子供ぐらいにサイズが違うな。ただ、平等の方は日本刀に比べてそれほど、反りが入ってないみたいだね。とりあえず通常の日本刀と平等を持って向き合ってみた。当たり前だけど全然リーチが違うな。刀は長い方が圧倒的に有利だ。次に平等の重心の場所を調べてみたら、だいたいつば元にあった。ほう。日本刀の重心はつば元の前方だいたい20センチくらいのところ。竜陽刀の重心は刃の中間地点からちょい手前ぐらいのところにある。ほう、刀によって随分重心の位置が違うんだな。重心の位置が違うと刀の操作法も変わってくることになる。例えばこの竜陽刀の武家刀という技は、刀を回転させる勢いで斬撃力を増す技なんだけど、それは重心がつば元からかなり前方にあるから回転の勢いを刃に乗せることができるわけだよ。それに対して平等は、重心がつば元にあるせいでいまいち回転の勢いが刃に乗らない。しかも絵が長いので回してると絵が体のあちこちにぶつかってくる。だから平等は、片手刀のような使い方は難しいと思ったよ。ふーむ、なるほど。ただし、重心がつば元にあると片手で構えててもあまり疲れないから、片手剣的に使っていくにはやりやすいと思ったよ。状況次第で片手でも使うだろうしな。これまでのことで言えることは、平等は騎乗用刀剣としてはまず使えないということ。長い絵が腕や体や手綱なんかに引っかかってしまうからだ。
私は常々への長い刀剣が騎乗用のわけがない、と言ってるんだけど、今回、病刀を片手で扱っての邪魔さ加減を思い知ったことで、改めてその考えに確信を持ったよ。つうか、和光の刀ってもともと船の上か陸地を想定してのものだろうからな。それと、西洋にはバスタードソード、というものがあって、これは片手でも両手でも使えるという触れ込みで、そうするために重心をつば元へと持ってきているらしい。今回扱った病刀はこのバスタードソードと同じ意味合いがあるのかもしれない。じゃあ片手に病刀を持ってもう片方の手には盾なんかを持つなんてことがあったのか。どうだろうね、病刀術の元になった担当宝泉には、盾を持っていた名残みたいな技もあるから、持つこともあったかもしれない。なるほど。さて、これだけ長い刀だとやはり気になるのが、鞘から抜けるのか、ということだ。そこでまあ試してみたんだけど、そしたら、抜けない。やっぱりダメか。そこで体をひし形状に大きくひし上げさせることで、やっとこさ抜けた。たかが刀を抜くのに随分苦労するな。そしたら今度は納刀ができない。出しっぱなしかよ。とまあ刀が長すぎるためにこういった問題が出てくるわけだけど、担当宝泉にはこういった問題を処理する方法が載っている。ほう、どうやるんだ。最初に紹介するのはこの自我抜刀制だ。これは敵が攻めてきた時に自分の陣地の中で味方と向き合ってお互いの刀を抜いて構えるといったものだ。確かにこれなら長い刀を素早く抜けるな。さらに向き合った状態から納刀もできる。やったぜ、これならパーフェクトだ。って、二人いないとダメなのかよ。自分一人の時は抜けないのか。自分一人でやる方法もある。それがこちらの抜刀室小生だ。これは最初に少し刀を引き出して次に刃の部分を持って刀を抜き出すというものだ。なるほど、これはコロンブスの卵なのか。納刀の時も同じ要領でできる。刃の部分を手で持って納刀。いっちゃなんだがアホでもできるな、これ。というわけで何の訓練も受けていないど素人でも長い刀が抜ける方法でした。刀の抜き方にいろいろな技術を求める日本の居合道とはえらい違いだな。なんというか、そこら辺に美観よりも合理性を取る中国人的な発想が見える気がするね。ただ、一応、俗、担当宝泉の方には、日本の居合道チックな抜き方もあったりする。それがこの、対等性から、質等性への連続動作だ。いつぞや見た、逆手抜刀の動作だな。てっきり私は逆手で抜刀すると、順手の時よりも多少余裕が生まれるんじゃないかと期待したんだけど、ぶっちゃけあまり変わらなかった。残念だったな。しかしだ、この逆手で納刀する周到性は話が違う。どういうことだ。順手の時はどんなに頑張っても納刀できなかったんだけど、逆手にしたら納刀できるようになったんだよ。ほう。まずは、俗、担当宝泉に記載されているように、刀を旋回させて右肘の上に置く。そして逆手に持ち替え、納刀。おお、今度はちゃんと納刀できたな。やはり逆手にするとほんの少しだけど、刀を持つ手と鞘口の距離を伸ばせるのではないかと思う。そうなのかな、けど抜刀の時は。つうかぶっちゃけ、まだ病刀を手に入れて日が浅いからね。これからいろいろ研究して、また何かしらの発見があったら発表していきたい。つうかちゃんとした病刀の技術紹介動画も作ってみたいと思うよ。まあ、頑張れよ。最後に少しだけ病刀の技を紹介してみる。この技はちょっと名前がわからないので、仮に連続逆手斬り、と名付けてみた。両方例としては体の陰に刀を隠した状態から逆手で、コテ、スネ、コテと切って最後に突くといったところだ。刀の長さを相手に見せないようにすれば色がつけそうだな。もう一丁言ってみよう。これは、斜貫性という技だ。
両方例としては、自分の刀を相手の刀に接触させていって、行為なしながら連続的に切りつけるといったものだ。接近戦用の技っぽいな。というわけで以上、格闘武器界のアイドル病棟の話でした。病棟と有権はどっちが強いの？有権。それじゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後まで視聴してくれてありがとうだぜ。よかったら下にあるチャンネル登録をポチッと押してほしいぜ。高評価をもらえたら嬉しさのあまり逆化しちゃうよ。次回の動画にもガチで取り組むから応援よろしくね。